カスピアン航空6936便オーバーラン事故とは、2020年1月27日に、イランのテヘラン発、バンダレマフシャフル行きのカスピアン航空6936便が、目的地のマフシャフル空港に着陸した際に、発生した航空事故である。この事故により2名が負傷したものの、乗員乗客144名に、犠牲者は出なかった。 6936便は、現地時刻6時35分に、メフェラーバード国際空港を離陸し、7時50分に、マフシャフル空港へ着陸した。しかし、その際に滑走路をオーバーランし、滑走路の端から170メートル先の高速道路にまで到達し停止した。この事故で2名が負傷したが命に別状はなかった。6936便の降着装置はこの、 オーバーランによって破壊された。目撃者によると、着陸する際の機体の降着装置は、完全に展開しているようには見えなかったという。フーゼスターン州の航空当局の責任者は、事故機の滑走路への着陸が遅すぎたことで、オーバーランを引き起こしたと述べた。事故機の機種は、マクドネルダグラス製の MD-83 型機であり、機体記号は、 EPCPZ シリアル番号は53,464。1994年に初飛行し、2012年にカスピアン航空に引き渡されるまでは複数の航空会社を転々としていた。2019年にカスピアン航空に入社した機長は64歳の男性であり、以前にはキーシュ航空やイラン海軍での勤務経験があった。 総飛行時間は18,430時間であり、そのうち7,840時間は事故機と同型の機種によるものであった。28歳の男性の副操縦士は機長に比べて飛行経験がかなり少なく、総飛行時間はわずか300時間、MD-80 型機に限れば124時間ほどであった。イラン民間航空機関が事故調査にあたり、 同年9月1日に発表された最終報告書の内容によれば原因は以下の上員のミスによる滑走路のオーバーランであると明らかになった。またその他の要因としてを挙げた。この事故調査の結果として関係各位には複数の勧告が出された。イラン民間航空機関へはカスピアン航空へはマフシャフル空港へはイランの各空港及び 航空広報会社へは、ありがとうございます。